中期の目標数字でございます。でこれ2020年、我々的に売上400億以上、それから営業利益率で言えば 5% という形を今目指して進めているところでございます。半導体事業についてでございます。社債分野、それから IoT が非常に今後伸びていくというところがやはり一つキーになるかなと思ってます。その中で、AI ですとかそのビッグデータの活用をこうしたその半導体市場で拡大が見込まれています。その市場のところに向けて半導体の製品を提案力の強化を今しているような状況でございます。ウィビコムですね、これ今年の4月にパルテクのグループ会社になっていただいております。無線の技術を持っておりまして、今後やはり IoT だとかいろんなところに無線の技術が絶対必須になってくるわけなんですけども、この無線の技術を我々は転用したという形になります。次にちょっと ODM のところでのご紹介になります。今回我々ドコモの方から H.264 のエンコーダーと 8K の技術で、これをあるところを成功させたというか、技術を持っているということで、ね、その技術でさらに受託ですとか ODM ビジネスのロゴまで我々展開できればなと思っています。次にソリューション事業、自動車のところなんですけども、我々の持っているその通信技術、これをうまく生かした形でこの自動車産業のところに入ろうよということで、現在進めております。最終的にはサービスのところまで展開できるような形じゃないとダメだねということで、これも視野に入れて今ビジネスを構築しようとしているところでございます。梱包材なんですけども、なぜこれは我々扱っているかというと、我々の技術力でこの IoT それから自動化のところまで展開できるというのが一つ大きなメリットでございます。今こう一つずつこう分離されているような状況でもあるんですけども、最終的にやっぱりここを目指して取り組んでいるという状況でございます。2018年12月期の第2四半期の業績結果でございます。売上高につきましては155億8500万、営業利益でございますが3億8100万円、経常利益でございますが2億2700万、続きまして、ね、2018年12月期の通期の業績予想でございます。こちらにつきましては8月1日付で業績予想の修正を発表させていただきました。内容の通りでございます。第2四半期、累計の営業利益が増加したことに伴う情報修正となっておりますが、その主な要因でございますが、一つは売上総利益率が上昇したということがポイントとして挙げられます。その上昇要因としましては FPGA ですね、ファクトリーオートメーション向け、それからスーパーコンピューター向けの案件が、営業利益率の、上昇に影響を与えたということです。通期につきましては第2四半期の増加分を上乗せしたという形になっております。